ジグムント一世スタルイは、ポーランド王、リトアニア大公。異称スタルイは、息子のジグムント二世アウグストとの弁別のために、付けられたもので、老ーを意味する。カジミエシュ四世と、ローマ王アルブレヒト二世の娘、エリーザベとの間に生まれ、兄のヤン一世、アレクサンデルに続いて、ポーランド王位についた。 長軽ウラースロー2世は母親の血統からハンガリー王及びボヘミア王となった。1512年にハンガリー貴族の娘バルバラザーポリャと最初の結婚を下が死別し、1518年にミラノ公国の皇女ボナスフォルザと再婚した。ジグムント1世はポーランド王リトアニア大公となる前に、 シロンスク地方のグルグフ公国、オパバ公国を統治していた。1504年には、シロンスク地方とソレブ人居住地域の全域を統治するようになった。兄、アレクサンデルの死後、ビリニュスの貴族会議によって、リトアニア大公に押され、さらにピョトルクフで開かれた政務において、ポーランド王に選ばれた。1507年1月24日、クラクフで退官した。 ジグムント一世は外部からの脅威に備えるために、まず国内での権力を強化しようと努めた。1505年、アレクサンデルの統治下で、ニヒルノビと呼ばれるシュラフタの特権が議会で決議されている。この特権とは、議会の承認なしに国王が勝手に法律を制定することはできないというものだった。これは、ジグムント一世にとって非常に 不自由なものとなった一方、シュラフタやマグナートにとっては有利なものであった。このような窮屈な状況ではあったが、1527年には、徴兵制度や官僚制度を確立している。王権強化政策に反発した貴族たちが1537年、鳥戦争と呼ばれる反乱を起こした時も、国王は彼らの要求する改革の放棄をガンとして拒んだ。対外的には、 全輪関係の維持に努め、1525年には、ドイツ騎士団との戦争が終結し、ジグムント一世は、騎士団総長でおいでもあるアルブレヒトを侵入させ、騎士団領を世俗国家のプロイセン公国として、ポーランド王国の保護下に置いた。いわゆる、プロイセンの侵入である。ジグムント一世と最初の妻バルバラとの娘やドビガは、ブランデンブルク選定校。 ヨアヒム2世と結婚した。また1526年に、ピアスト家のマゾフシェ広告最後の統治者、ヤヌシュ3世が死ぬと、広告領の併合を勧告した。東部の国境地帯では、ジグムンと一世は、クリミア半国との平和的共存を模索したが、国境付近での小競り合いは続いた。また、リトアニア地域は、モスクワ大公国による攻撃にさらされ続け、 1514年には、重要な防衛拠点スモレンスクを奪われた。1515 15年には、神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世と、同盟を結んだが、ジグムント一世はこの時、マクシミリアン一世が、第二次トルンの和訳の諸事項を遵守することを条件に、アニュラースロー二世の二人の子供たちが、マクシミリアンの孫とそれぞれ結婚することに、同意することになった。 このため1526年、オイラヨシュ2世がモハーチの戦いで戦死すると同時に、ボヘミア王位及び、ハンガリー王位は、ハプスブルク家に渡ることになり、ヤギエオ家は、中央ヨーロッパにおける優位を失った。ジグムント一世は、文化の保護者でもあった。妻のボナと共に、その頃、ポーランドで花開いたルネサンス文化の保護にも力を、尽くし、イタリアルネサンスの彫刻。 建築、絵画を収集、紹介した。ポーランド文学の父と言われ、教訓文学に優れた、ミコアイレー、地動説を主張した、コペルニクスなどが彼の知性中に活躍した。慎重で穏やかな性格で知られていた、ジグムント一世は、国内外から多大な尊敬を集めていた。ジグムント一世の知性は後に、ポーランドの黄金時代投票され、 現在も200図をティサツにジグムント一世の肖像が用いられている。ヤン・マテイコによる肖像がジグムント一世と宮廷道家師スタンチク最初の妻バルバラザーポリアとの間には娘2人を設けた。2番目の妻、ボナス・フォルツァとの間には二男四女を設けた。このほ愛称カタジナ・テルニチャンカとの間に3人の子上を設けている。ありがとうございます。